明けましておめでとうございます。レッドのコンカーです。はい、本日元旦なんですけれども、今日はですね、播磨町の本庄人工島というところにやってきてます。はい、で今日はここでねちょっと、まずは持ってきてるロッドが、ソアレっていう、島のですね、ソアレ TT か、アジングロッドなんですけど、これ万能的に使えるんで、これでちょっとジグタンとかでガシラでカサゴですね狙ったり、それからジグロッドも持ってきてるんですけどもね、ちょっと風強いんでどうするか分かんないですけども、ちょっと今日ここで頑張ってみようかなと思います。タックルはさっき言った通り、ロッドがシソアレ TT シマノのロッドになります。それとリールの方は、ダイワの、21、フリームス FCLT2000SXH ですね、小型のスピンになりますけども、これで頑張ってみようと思います。今ね、防波堤についてるガシラ、カサゴですね、ちょっと狙ってみてるんですけど、今のところ当たりないですね。この辺はね、ところどころこんな感じで石入ってて、いかにもいそうなところなんですけどね。当たらんね。寝がかり中です。外側も狙ってみましょうかね。こちらトゥートラが、ね、入ってるんですけどね、これ寝がかりしやすいんですよ。はい、来ましたね。ちっちゃいガシラカサゴですね。今年の初フィッシュ。引き続きちょっとテトラ周りを狙ってみましょう。キングミス。あ、またミス。いるな。もう来ないかな。多分ちっちゃいですよ。潜られた。来た。まあまあサイズ。よいしょ、これ何？
いしょ。何？アイナメ？海のね、魚の名前全然わかんないんで、ちょっと聞いたらね、アブラメだそうです。まあ、食べると美味しいらしいですね。キープしました。あ、来た。あ、潜られた。バレた。残念。ワンマーね、変えましたけど、引き続き、まあ、ジグヘッドですね。ダメか。反応がね、遠のきましたよね。はい、頭がちっちゃいですね。これもリリースサイズ。もうちょっとね、大きいやつ、せめて味噌汁サイズぐらいね、釣りたいんですけど、ちっちゃいのしか来ないですね。ああダメだった。日もね、傾いてきたんで、そろそろ帰ろうかと思います。天気いいんでね、淡路島見えてますね。はい、1時間半ほどの長考で、ガシラ、2匹ですかね、まあ、こっちではあのガシラって言いますけど、カサゴのことですね。それからもう1匹アイナメですね、アブラメっておっしゃってたんで、ね、ちょっと聞いたんですけどね、人に。いや、アイナメかなとは思ったんですけども、まあちょっと自信なかったんでね。海の魚よくわかんないんで。あ、でもね、アナハゼって見ててよかった。うん、あれは多分アイナメだろうと一瞬思いましたんでね。ここでね、そう釣れるとはね、ちょっと思ってなかったんで、ちょっとそれはびっくりですけども、まあ、こんなとこなんですけどね。まあ結構あの海のライトゲーム楽しめますんでね。またちょっと機会があったら、ここはねちょっと実家の近くで帰省ついでに来てるんですけども、うん、まあでもなかなか、うん、力はね遠いんで来にくいんですけどね。まあこういうゲームだったらいろいろね、大阪の方にできるとこあるんで、またやってみようかなと思います。本日はご視聴ありがとうございました。まあ、あの新年早々の長考ですけども、はい、本年もよろしくお願いいたします。では次回も頑張ります。